怪しいな。そうだな。マジかよ。お前まで何なんだよ、みんなのいる前で。バイトやってるけど別に普通じゃね。
お前、何が言いたいわけ？違うだろ。お前、何が言いたいわけ？なんで？その話、あの人にしかしてないのに。よりによって、お前に知られるなんて。そうだよ。美味しいバイトなんて言われて、薬の運び屋なんかやっちまった。渡された封筒をコインロッカーに入れるだけ、それだけで運万円やるって言われたから。中身のことなんて知らなかったんだよ。なのにこんなことに。そこまで知ってたんだ。金、口座に振り込まれた後、すぐに脅しが始まったよ。運ぶところを取られてたんだ。金を払わなきゃ、全部バラすって。というより、僕にこんなこと聞いて何のつもり？バイトのことをネタにして、僕にたかろうとか？そうなんだ。まあ、たかられたところで渡す金なんてないけどね。バイトのこと興味あるならセントラル街に行ってみなよ。僕も昼間そこで声かけられたんだ。聞きたいこと全部話しただろ。もういいよな。それじゃあ。
どれにいたしましょう。よし。なあなあ。お？一丁上がり。帰るぞ。あまりわかんねえな。よし、じゃあ始めっか。よし。
にちは。Thank you.
よーし。あれあれ、あら。
うっせえな。怪しいわね。もしもし。ごめんね。それじゃ。おい。ああ、そうだ。なるほど。戸締まり頼んだぞ。Thank you.
よし。なるほど。やあ、なるほど。下手すぎる。何も進む気がしねえ。なあ、会長さんに変えてもらわね。変えてってターゲットを？俺らの正義を見せりゃ満足なんだろ。相手選ばなきゃ悪い大人なんていくらでも嫌がんだし、生徒のためとか言って結局自分の内心のためなんだろ。どうせ でもさ、そのマフィア子供からお金巻き上げてんだよ。絶対許しちゃダメでしょ。会長とかもう関係なくない？アンの言う通りだな。弱い者に勇気を与える俺たちの狙いにうってつけの標的だと思わないか。まるでセンスを感じない。歌ってねえとこんなうるせえんだな。そりゃあさ、なんとかできたら明智も黙るとは思うぜ。だからやるべきだ。やっぱり情報じゃねえのかな。情報の情報の探り方からテコ入れしないとこれ以上進めようがねえぜ。誰なら
情報を持ってる可能性があるだろうな。そうだよ、あの新聞記者は？マダラメの家を張ってた女？おお、いたな。すっかり忘れてたぜ。お前、名刺もらってたよな。結構大手じゃないか。けど、信用できんの？他に手がないからな。はい、早速連絡。あ、はい。時間過ぎてるって、延長する？サービスタイム終わりだろ、出ようぜ。もったいない。とにかく、あの記者からのメール待ちだな。レス来たら、即連絡くれよ。